張しちゃうんで、毎回緊張しちゃうタイプ。緊張しないようにとか考えるよりは、試合のことだけは常に考える。本番ってさ、100% 出せないじゃん。出ないね。ああ暗いぐらいのが多分漏れるからいい。はい、ではチャンネル登録者2万人おめでとう、フォロー、と新メンバーしゆわくんです。歓迎会中です。というわけで1月15の、はい、日本戦に向けて何か目標はありますか？目標は優勝です。優勝です。19歳だっけ？はい。わー、待って、何個した？僕、7? いや、7どころじゃない、8ぐらい8ぐらい違うかもしれない。ラッシュゲーミング、はい、ちょっと軽く、じゃあどんな経緯で入ったか、さっき言ったかもしれないけど、と僕が五郎さんに DM して、それで、まあ、一緒に交流戦とか大会出て、はい、まあ、それ経緯で入りました。可愛いですね、なんかラッシュゲーミングどうですか？どうですか？入ってみてどうですか？あ、チーム内の雰囲気とか、こんなとこはやりやすいとかやりにくいとか。あ、でもレッドさんとクリスタさんがめちゃおもろい系で、で五郎さんが一人落ち着いてる感じなんで、まあ、なんかバランスがいいですみたいな感じか。はいはい、そうです。悪いとこないの？え、悪いとこ、悪いとこ。なんか話してよ。綺麗すぎるよ。悪いところはなんか、あ、はい、まあ、終わった後にちょっとみんな静かになること、うん、あ、昔から変わってないじゃんそれ。いやいや、なんかね、俺もどうなんかなってちょっと思ったりする。あれでしょ、あの試合終わった瞬間もハンッスンってなるやつでしょあれ。こうなんか俺がベラベラ喋っていいのかなってちょっと最近思ってるじゃん。あ、それね、僕もね、自分もやってる時思ってたよ。あのみんな喋んないから僕が喋るしかないっていう。主役話し始めてよ、なんか。ああ、いいの、早いね。早いね、19なのに。YouTube も作ったよね、もう。動画も上げたよね、確か。あ、2本ぐらい。あれ、言われてあげた？それとも自分からあげた？全然自分から。おー、偉い、偉い、素晴らしいです。まあ、無理のない範囲で、ね、先輩方いっぱいいるんで、ぜひ相談には何でも乗ってくださいと。ハセシンでもね、僕でもね。大将に。じゃあ今回のチームどうですか？まず今回のチーム、まあ結構面白い感じになってると思うかな、うん、今回の話なんか今までちょっと違う感じ、話せるクリスター君と話すの苦手だけど動きに主役みたいな感じの、うん、結構なんか面白い感じになってるかな。クリスター君はやっぱ しっかり喋る？喋るね。なんか結構声大きいけどなんかいらんことも喋っちゃうタイプ。ああ、はい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 、リアクション大きいみたいなタイプで、なんかもう一応言ったんだけど、うん、まあ、でも喋れるってすごくいいよね。うん、なるほど、うん、まあ、そこが結構大きくて読んだところもあるから、クリスタ君は。まあ、主役のね、プレイはすごいいいんだけど、ボールアウトちょっと苦手。でもなんか多分、最近結構意識してんのかなって思う瞬間が練習中にある、うん、から、ひっそりと見守ってる。もう、それが分かってるだけでもすごい。ウロンちゃん、はい、はい、うち1月15日の目標は、まあ、目標、まあ、勝つこともそうだけど、うん、やっぱなんか今作特にキャラクターの動き的な問題で連携が重要で、うん、割と合わせ失敗しちゃうと本当に一気崩れちゃうから、なんかそういうチームでタイミング合わせるみたいなところのこう、うん、まあ、ミニマップの部分をね、結構もう見てる人とかにこう連携うまいなと思ってもらえるようなプレーできたらいいかなって俺的には思います、うん。じゃあ個人、これ個人的に、まあ、新メンバーのこと聞いたら、じゃあウィンレッドどうですか？あ、ウィンレッドね、たけしどうですか？ウィンレッドなんかあの A パックの前ぐらいに、うん、俺やっぱやめるみたいな言い出したから。そう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 。本当にそう、レッドを説得したのよ。お前は選手で出るべきやって、なんか俺と栗田さんとみんなって話して、そうそう、説得した後にまた俺やっぱやめるって言い出して、うん、でクリスタ君がめちゃくちゃウィンレッド説得して、うん、結局やってくれてって感じで今に至るんだけど、うん、いやそれはね、だってヴァンガード
去年何も大会がなくて、うん、今年あるからじゃあやるかって普通はならないと思うんだけど、まあそうね、基本的に。でまあ B メット結構不器用じゃん。まあ見てわかる通り、うん、誰が見てもわかるよ、ね。わかる通り不器用なんだけど、うん、まあそれでもなんかその発信活動とかもちゃんと継続しながら選手活動も続けてて、でなんかウィンデッドなのに頑張ってるなって。いや、バカにしてたとかじゃない、全然。不器用の中でも、ボキッチョやからね、うん、全力で頑張ってるなって思ってるから、すごくいいなって俺思ってるから。素晴らしい、素晴らしいコメントです。俺はグリードのお金で、最近 何やってるんですか、ライトさんは。何やってるんですか。最近は、エイペックスとジャンタマしかやってないんで。マジャ、はい。マージャンテンペやってんの。なんでマージャンやってんの。え、なんでマージャンやってんの。なんかコロナの時にハマった。ああ、なんか変な方向に行かないように。お金とかかけないでね、ちゃんとね。それは大丈夫。大丈夫ね。ボールゾーン始めようと思ってるから。おお。みんなでやろう。みんなでね。パソコン届いたから。大先輩として。大先輩。今年。うん、あ、じゃあ。あ、逆に質問ある。あれ。逆に新人から。大会の時めっちゃ緊張しちゃうんですけど。あ、緊張しちゃう。毎回緊張しちゃうタイプ。特になんか、うん、相手が特にプロとかだとめっちゃもう手震えちゃったりするっていうなんかないですか。かわいいね。でもそれは僕も最初の頃そうだったよ。最初多分誰しも緊張するんだけど、僕がなんか緊張しなくなったタイミングは、単純に多分経験数、試合を重ねていったかどうかっていうのもあると思うし、途中からその緊張を考える余裕がなくなった。いや、結局試合中ってさ、次の1キルどうしようかとか、次の動きどうしようかとか、そういうことに集中できると、緊張する余裕がなくなるんだ。だから、緊張しないようにとか考えるよりは、試合のことだけをとにかく考える。やっぱりさ、緊張しないようにしようって思うだけでも、脳みそがそこに使っちゃうから、一部。だから、最初多分難しいと思うんだよね、これ多分。考えないようにするっていう考えがもう出ちゃうから。なんなら俺は緊張普通にするよ。まだする？するする。なんか、でもなんか緊張するよって別に悪いことじゃないじゃん、別に。なんかその緊張してるなって思ってる。それで言うと緊張しないようにしようじゃなくて、あ、俺緊張してるわって思ってるだけ。本番ってさ、100% 出せないじゃん。出ないね。大体さ、本番、まあ、テストとかもそうだと思うんだけど、自分の最高パフォーマンスを想像するじゃん。俺はこんだけ強いのにみたいな、こんだけパフォーマンスを出せれば強いのに。でも基本的に本番でそのパフォーマンスが毎回出せてたら多分世界いけると思う。だから本番ではまあ 60%70% でも出せれば全然合格だと。まあそうだね。本番で、うん、全然活躍できなくてもそんな時もあるんだね。まあそうだね。なんか他のゲームも格闘ゲーム結構見るからさ、格闘ゲームのめっちゃ強い人は本番じゃやっぱり 100% 出ないから 120% の実力を用意するって言ってた。そしたら下がっても 100% 分出るからって。あれ公式大会も初めてなんだよ。ああ、初めて。うん、あ、そう。まあまあ、経験として経験で出ると思えばいいよ。大会が一番練習になるし。大会が練習になるからね。そう、一番うまくなるチャンス。それはあるね。いっぱい大会俺は出るタイプだから。出た方がいい。うん、結局練習は相手も練習だから。パチンコでやるときが一番伸びる。あとなんかプレッシャー感じるタイミングをいっぱい経験した方がいいよね。なんか APAC とか日本大会だとやっぱプレッシャーの種類は違うけどさ、一応なんか一定のプレッシャーはかかるじゃん。やっぱ大会出るのって大事だなって感じるよね。今食べたいよね。結構来てる。もう来てる。早いな。まだいける。デザートもいっぱいあるし。何ですかね、はい、頑張ってください。頑張ってください。チャンネル登録は皆さん概要欄に、みんなのチャンネルは概要欄に、はい、概要欄にあるそうです。